今タクシーはかつてない劇的な進化を遂げているアプリで簡単に呼べるだけでなく支払いの時もストレスフリーカードリーダーに読み取りを行ってくださいありがとうございます日本交通は創業95年グループでの売り上げ全国ナンバーワンを誇るこの企業の三代目こそがあの タクシーアプリの仕掛け人だ川辺一郎氏業界最年少の34歳で家業を継ぎ経営難に苦しんでいた会社を立て直したタクシーならではの特別なサービスを次々と生み出しさらに若いドライバーを育てるなど業界全体の活性化を目指す。 だけど。<laughs> 事業承継でイノベーションを生み出す日本交通の経営戦略とは賢者の選択サクセッション本日も大変ビッグなゲストに来ていただきました本日お招きしたのはタクシー業界のガリバーですよね。 日本交通株式会社代表取締役会長の川鍋一郎さんです。はい、というわけで、川鍋さんどうぞようこそあのこの番組に来ていただきました。あ,あ,りまきありがとうございます。あの川鍋さんはですね、はい、まあ1970年生まれで、はい、まあ慶応大学の経済学部ということで、実は私も同じ慶応の経済なので、<あ>私の2年先輩と、はいいうことで。ただまあ川鍋さんはね、いわゆるそのいわゆる幼茶からガッとずっと上がられて。はい、はい 慶応に行かれて、まあその後実はアメリカに留学されたりているわけですよね。はい。あ,はい、あんまり勉強してないやつです。<laughs> そんなことないです。<laughs> <laughs> そしてえっ、ー、と実は川部さん今三つの顔を持ちなんですよね。はい。はい、ちょっとこれを明確にしておこうと思うんですね。うん、ええー、日本交通株式会社代表取締役の今は社長ではなく会長をされていて。はいはい、そうです。そしてもう一つ一般社団法人全国ハイヤータクシー連合会会長もされていて。うん、はい。 まあ業界団体ですよねそ,<う>そしてもう1社、えー、モビリティテクノロジーズという会社の代表取締役会長、はい、そしてこちらは4月から5株式会社に名称変更するということで,でこの三族のわらじを剥がれてるというよりかいで,か、ねはいでね、か別に意識して会長コレクターになったわけじゃないんですけども、はい、<laughs> 会長3つやってる会会長3つ会長コレクターで大体あの最初に日本交通会長になった時に先輩からてかってきて、はい おは遊ぶぞみたいない <laughs> いやいや <laughs> そ,うそうじゃないんですよ。なるほどもう会長だからあの上がってところです、ね、上がった人なんですけど最近意外と僕の周りでもネットベンチャーとか海外でやっぱ会長って増えてきて、はい、アクティブ会長軍団作ろうぜとか言ってるんですけどあ面白いですね要するにやっぱり一社のオペレーションをやってるだけで,はなでやるよりもその周りのステークホルダーを巻き込んだ方が もっと大きな改革ができるというふうに、まあ格好よく言うと後付けで言うとそうなんですけども、まあやってるうちにだんだんそうなってきたっていうのがまあ実のところですよね。面白いですね。つまり社長ってやっぱりまだ本業に専念しなきゃいけないじゃないですか。はいはい、そうですね。会長は一応立場上、はい、まああの取締役会会長なんで、はい、あまあ後見役ではあって若干経営には口は出すけど、はい、もっと自由に外で動けるわけですよね。そ,ねそれをつく強みを生かそうと。 そここそ自分の強みを発揮できるんじゃないかっていうふうに今思ってるし、し多分そうなんですよね。ね、今今日ネクタイもそうですけど、はい、GO というサービスを作っていうことで、私もですね、各<え>あの今日銀座のスタジオで収録してるんですが、<え>今朝バッチリ使ってまいりましてですね。あ,ありがとうございます。いや僕はもう本当に毎日使わせていただいてますんで。もうそれ嬉しいです。これめちゃめちゃ本当に便利ですよね、<も> GO は。GO! はい。 タクシー呼ぶじゃなくて、ゴーするって言われたいんですよ。はい,はいはい。もうゴーするっていうのを、ね、動詞にするまで頑張るの。でも、ちょっとそういう感じになってきてますよね。うん、もうまあ、何より僕にとってありがたいのが、あの、もう乗って瞬間降りた時に支払いをしなくて済む。そうなんです。領収書ももらなくて済む。僕、あの、なんでかっていうと、本当に毎日一日三四回た最低タクシー乗るんですね。そうなると、やっぱり、そのお、お金を払う時間とか。 せっかちなんで、レシートをもらう時間がね、じりじりしちゃうんですよ。よイライラしますよね。もうもうこれ間に合えば、進化せばに合うにみたいなのがよくあって。ゴー、それがないんで、いわゆる、いわゆるカスタマーペイント呼ばれる。忙しいお客さんが一番こう、こう悩んでるところ。完全に解消したなっていう。これはですね、私も、やっぱ、もう二、二十何年タクシーやってき、はい、振り返ると。何回か、先輩とかに、お前。これは認めるって言われたのが。 やっぱり毎回決済ガルミだったんですよ。最初はなんかです。はい、クレジットカードを遥か昔に先人切って日本交通で入れたんですよね。そしたらもう先輩からおお前あれはいいぞって言われて、うん、その次はスイカ入れたの。そしたらお前あれは楽だよって言われて、うんうん、これ絶対アプリでもこれをやるやろうと。 エンベレッドネスファイナンスって言って最近これからもっと日本でも来る言葉だと思いますが、うん、一般の実は事業会社のところが一番お客さんの接点を持ってるんで,いで実はそこにファイナンス企業が機能がもっともっと入ってくることが日本ではとても重要だっていう時にたまたまこのエンベレッドネスファイナンスのオンラインイベントに出たんですけど、えー、今日本のこれの先駆けは GO であるっていう話をして。はい <laughs> 多分ゴーってこれから本当にその決済のところ窓口にもっといろんなことができますよねう。日本のフィンテックの最先端だと思う、ね、ういます。いや、ありがとうございます。もうね、いろんな方にそう言っていただいてら、すっごい嬉しいんですよ。はい、まあ、自分としては、そういうフィンテック狙いで,、うん、ではなかったんで。うん、ただ、今後やっぱりこれをどうさらに発展していくのかっていうのは、はい、もっともっとやっていきたいですし。そのうち、本当は、もう、顔認証でね、やって、その、っていうのもできるでしょうし。 というわけで、<前>あの実はかなめさん、ここで前置きでございます。前置きだったんです。<laughs> あの実は<あ>事業承継の番組でもあるんですね。そうです今の話もで、ね、とても面白いんですけど。<laughs> さらにここから、あのこれ日本中の事業承継で、まあ、うん、いろいろ悩んだりとか、課題感を持ってる方ってもう。ご存知のようにいっぱいいらっしゃって。そうで,すね、で、その中で、まあ、あの。多分世間からかなめさん、大成功してるって当然思われてるんですけど。<laughs> 一方で、多分失敗。 いっぱいもね当然いっぱいあったと思うんですよね例えばこれから事業承継するときにこの辺落とし穴ですよみたいなあ<ー>そういうことも含めてお話をもう少し伺えたらということなんですね日本交通の歴史は1928年初代川鍋昭雄氏が運転する一台のハイヤーから始まった1945年には東京のタクシー事業者を取りまとめその後 日本一の規模に遠くからでもタクシーと分かる看板塔や乗務員の教育施設を作るなど秋蔵氏は常に業界初といわれる変革を続けタクシー王と呼ばれた創業者日本交通の創業者はおじい様にあたる秋蔵さんという方で。 はい、車体の色を、まあ、タクシー会社全体で統一したりとか。ね、あの看板との、いわゆるおでこランプですよね。あれ、あんどんつける。あれも実は、おじいさま始め、そうそう始められたということで。でタクシー王と呼ばれてたそうなんですね。おじいさま、どういう方だったんですか?うんうん。あのですね。まあ、自分にとっては、なんか。庭でサッカーとかしてるって、盆栽とかにボーンとボール当たると、こらっと怒られる。怖いおじいちゃん。私は中二の時まで。 存命だったんですけども、うん、そこまでやっぱりもう祖父にしょっちゅう呼ばれては「はい、お前が三代目だ」って <laughs>「ね、<laughs> お前が三代目だ頑張れ」って「三代目とは何か」っていうのはあんまり言われなかったんですけどある意味洗脳されていたというか、うん、自分はもうなんかえそれ以外普通の人って職業を選べるのっていうのは後から気づいたっていう <laughs> <laughs> いや本当に高校中学高校ぐらいからずっととにかく。 社長になるにはどうしたらいいかなってことばっかり考えてやってきたんですけども慶応、ねまあ、でずっといらっしゃったんでしょう、はい、そこから飛び込もうと思ってアメリカの MBA 留学突如されて、はい、そうですねあと思ったら今度はねもう日本の世界ナンバーのコンサルティングファームで天下のマッキンゼにボーンって入られて、はい、そのひたすら幼稚園からっていう本当に勉強を一回も要するに受験してないわけですよはい、はい、であの高校大学体育会スキー部だったんでその右脳系というか、まあ、気合いと根性系は鍛えられた気はするんですがはい、はい さすがに経営と本業だけで社長ってやばくねえと思って、はいはい、その鍛えたっぽくなるのは何かなと思ったときにいろいろ探したときに、なんか MBA っていうバッジが、うん、でもう大学1年ぐらいの頃からじゃあ卒業したらビジネススクール行こうっていうのはき決めてたんですよね。なるほど。でもそれは日本交通の社長になるために、ねうん、そして30の時にそれはまあ私の祖父が創業した時でもあるんです、はいはい。30までは外で修行、30からが本番って感じで。うん おじい自体はがそもそも鉄道の整備やってたんでなんかあのあ自動車ってあれかと当時の最先端テクノロジーあ,、ねはい、あれの整備だったらできるこれ整備やってたら運転手としていけと言われて当時もまだ運転手っていうのは結構高級取りで、うん、でも10年間川崎造船にお仕えしてここはまたあのうちの祖父のポジティブなところなんですけど。 この後ろにお乗せしている日本を代表する大金持ちと一応運転手の自分に人間とととしてはそんんななな大きな差はねえんじゃないかと思ったと <laughs> <laughs> 要するに運転手って結構ほらプライベートとかねはい、はい、ぶっちゃけすごい分かるわけですよそうかだからそこであ意外と外面はすごいけどすごいけど中ではね人間臭いんだって、ね、人間臭くて怒ったり泣いたり寝たりいびきかえったりね、うん、それれでで俺にももきるかもしれないと思って 30の時に独立ししたらしいんですよへえ<ー>これは面白いなと思って面白,面白いですねでなおかつやっぱりいろんなことをアンドン作ったり、まあ、とっととそのアメリカに行ってやっぱりアメリカの状況を見てきてそれをどん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 輸入してあ<ー>常に何か当時の,当時のもうドベンチャーですよね、うんうん、でしかも自動車って誰でもできたんでそのある時期からうわーって競合が増えてきた、うん、それで周り中に声をかけて買収したり大買収合戦になったんです、ね、大買収合戦 だからやっぱりワイルドだしアニマルスピリット丸出しだし、うんうん、今祖父がもし生きてて降りてきたら本当に下手したら一郎お前まだタクシーやってんのって <laughs> 鼻で笑われるかもしれんとんでぶっ壊してもっとすごいことやる、ねね、んだんとかもしかしてとっとと買収してなんかウェブ3でもお前やんなきゃみたいな、ね、<laughs> 言われてんじゃないかって基本 <laughs> ち,、ね、ちょっとしますよね。なるねだかららももういくら変えても いいんだと、むしろ変えないと祖父に失礼っていうふうに。どっかから思った、ね。っ、うん、なるほど、彼女はそういう感覚があるんですね。どっかから思ったんですよね。で、三代目とかになると、わりかし牙抜かれがちで。なるほど。なるほど。なんか、敷かれてきたレールでやんやとやって、で、そういう人たちと、こう。集まってると。なんか、それでいいような感じになるんですよ。<あ>これが危ないと思って。なるほど。だから。 これ結構重要なポイントですね3代目とか4代目とかで集まっちゃうと友達として飯食いに行ったり旅行に行ったりのは最高なんですよでもだからこそなんかそれでいい感覚に陥っちゃうんですよね面白い川上さんねベンチャー経営者とものすごいお付き合いあるじゃないですかだからあれはおじいちゃんみたいな人に会いに行ってるっていうそうなんですよ,ですよだからこの3代目とか2代目とか継承者に必要なのはやっぱこのんでそれは自然とは身につかない ビジネスの世界ってやっぱりそうは言っても弱肉強食で,、はい、で本当にドベンチャーの人ってまず最初に丸腰で戦場に行ってそうです、ね、落ちてる剣を拾って戦うところなんですよそうそうですねはいわかりますこっちはいきなりなんかじいちゃんの中で引き継いだガンダムがあってはい,、はい、いきなりガンダムに乗って「アムラ行きます」って言って <laughs> 周り中蹴散らしながらやるんですよ。<laughs> はい、はいっていうぐらい 既存ビジネスのあるなしって、全然違うんですよね。うん、そこをいかに抜けるかっていうのが、すごく大命題だと思うんですよね。なるほどね。いや、でも、今のすごいヒントになりますよね。もし今事業承継で、三代目、四代目で、ちょっと悩んでいる方いたら。まず、そういうアニマルのいるところに。ベンジャー経営者に会いに行けと。そうなんです。な,ですなるほど。そして、おじい様がそういうすごい方で。お父様は達郎さんですね。はいはい、お父様はどういう方だったんですか。か これは、ね、やっぱりねまあ,あのビジネスパーソンとしても完全なる反面教師ですねなぜ、うん、かっていうともう私が30で入った時にもう父親は当時62歳でもうもう癌だったんですねあもうご病気だったんですねそうなんですだけどそれ前までにやっぱり借金たくさんこさえちゃってでもそれは初代がやっぱりねい,いましたから自分はずらして不動産投資をやってたんですよ、うん、それがいわゆる日本のバブルで全部ひっくり返っちゃった。あーなるほどでやっぱ まあ、2,000億近い借金があったんだけど自分はもうこれを元に戻す気力体力ないとだから入った時から「うちお前自由にやれ」と「えっ?」もうこれをお前うまくいったらお前のおかげだ」と「ダメだったら俺のせいだからね心配すんな」と「へ<ー> <laughs> マジかと」とじゃあもうこのギリギリまで株はお父様がずっと握られてたんですねそ,ですそれは実は父がね意図してたんですよなぜかって自分の祖父から自分の父への相続の時に。 13年の大変なもめ事があってあっ、ね、私もチラチラ見ててやっぱ父も基本いい人だったんでやっぱりそういうのを絶対自分より下に生かしていかなと思ってだからそういう意味ではあの株はある程度まとまっていてで何でも応援してくれて一回もそれれダメって言われたことないんですよあそうです逆に思いがるるんだと何でも応援すそれが自分として結果がかったの目あるんですけどやっぱりその途中は痛い思いもしたっていうか。 私も性格的にあの割と自分でやりて何でもやりたいと思ろなではい、はい、早速入ってもう日本交通これダメだなと思って、はい、なんか子会社を作るんですよもう入社して半年後ぐらいにです、ねはい、英語しゃべれる乗務員を集めてミニ版で、うん、日光マイクルっていうのを作ってこれをあっという間に上場させて日本交通を買い取ろうぐらいのことを思ってたんですよね、はい、当時もう同じマッキンゼーでほぼ同期だった高島康平<あ>とか今 o クスのトップやってるよねはい。 ベンチャーでねこっちから見るとなんかかっこいいみたいな <laughs> こっちタクシーみたいな NBA <laughs> マッキンゼーでもリアルビジネスやっとんないんでん感覚分かんなくて現場で這いつくばってみたいな仕事はや,やられてなかったわけですよね全然違うんで,す、はい、でもできると思ってるところがあやっぱできると思ってたんですね当時もちろん思ってましたでもう,もう,こうバンバーンってねでいざ始めて、はい、毎月に2,000万とか3,000万とかの赤字が出て 3か月経った時に「あれこのプロジェクト終わんねえな」と思って毎月た0 0 0万しし <laughs> いきなり50代とかバーンって発注しちゃって車をまだ乗務員さんまだ3人しかいないのに50代みたいな「<laughs> あれ?」みたいな「家賃かかんの?」みたいなはいはいはいでも3年ぐらいで4億5,000万のる累損ですよ <laughs> すごいですねなんで止めてくれなかったの誰かと思いました どうですかその川辺さんが日本交通にご家業に戻られたときはあそうです役職は取締役だったんですかあ最初取締役出、ね、たんですよね。もちろんそうですし当時会社がこんなになってたんで救ってくれる人がいるとすればこの人かもしれないっていうほのかな期待感がみんな社員の中あったんですよ<あ>30歳の私は。むしろアメリカ MBA だしマッキンゼーだし希望の星だと。はい、で当時世の中は2000年 カルロス・ゴーンが来て日産のリバイバルプラントとかあはいこの人はもしかしたら日本コースのカルロス・ゴーンかもしれないってみ, <laughs> みんな最初ねあの期待を持った目でこうすごい迎えられて <laughs> そうですかでこっちも「俺もお前 NBA の真っ金だよお前任せろ!」みたいなめっちゃ面白い最初からいい感じでやってくれるだろうと思われてたんですね 上層部から反対ありました特にその最初の3年間で4 5 0 0万の赤字なんでそうで,う <laughs> でどんどん元からの反発の上層部はもちろんほら,ほら見たことかでほのかな期待を持ってた人たちもだんだん目がしらーってしてくる 2>, <laughs> 2代目3代目違わないみたいな。でやっぱりその頃からなんかもうなんか自分の中のこう自信っていうかなんかペリッペリッと剥がされていったっていうかもうなんか「ボクちんすいません」みたいな。<laughs> じゃあもうここからここからちょっとずつ頑張りますみたいなのででその会社もちょっとずつよくしてそしたらそのために日本交通の方でまあ巨神短海になってよく見てみると「あれこのハイヤーとかちょっと値上げしたらいいんじゃないですか?」とか「うん、この乗務員の才能やり方ってもうちょっとこうやったらいいんじゃないですか?」とかいろいろやっぱり見えるんですようになったんですね。見見ええててくくるるんでですよそれはあのでも見えてくるととうか簡単わりし若手の人たちと飯食うと いやーイチローさんこういうのがねこうやったらいいんですよみたいなアイディアがバンバン出るんですよね。あなるほどね。じゃあ皆さんチーム組んでやりましょうみたいな熱が上がるんだ熱が上がるんですよ、うん、その辺がこう,こう底打ちのきっかけでした、ね、そうなんですね。だから基本はやっぱ多山多志っていうかいろいろやるっていうのが肝。い、うん、いろいろやりさえすれば まあ、その業種に何十年もいる人は、だいたい正解を持ってるのね。いや、でも、この話って、結構事業承継で、すごい重要なポイントだなと思ってまして。はい、あんまり、そのベンチャーは、多産多しって、発想はありますけど。うん、いわゆる事業承継で、多産多しって発想って、持たないと思うんですよ。うん、だから、あの、やっぱり、早いうちにやって方がいいですよね。あの、私は。企業承継の最高なメリットは、いくら失敗しても、首がつながるってことだと思うんですよ。<laughs> なるほど。で、で、あ。 失敗って必ず学べるんで、うん、いかにたくさん失敗するか面白いですね,で早いねなるほどつまりベンチャーでいっぱい失敗すると資本溶けちゃって <laughs> もうおしまいじゃないですか、はい、事業承継者はそれなりに失敗しても大丈夫だと、うん、4億五千万とかしても大丈夫四億五千万とかしたわけですかね無傷無傷じゃない無傷じゃないですか <laughs> 復活のチャンスいくらでもあるんですよなるほどだからあの手さえ動かせば当たるのはね、どっか絶対当たるんで 面白い事業承継者ほど早くどんどん失敗しろってう、ね、早く失敗するで,できるんだからっていう。なるほどそして日本交通ね、はい、もうそうやって、はい、復活されて大成功されてこれ川なさんの本ですねタクシー王子東京行くっていうねいきなり自分でで運転しちゃったんですよねね月間ね社長自らタクシー乗務員に。祖父のような現場感覚を養うためだった。 その後次々と画期的なサービスを打ち出す中でもエキスパートドライバーサービスは専門知識を持つ運転手の案内で観光スポットを巡ったり介護研修を受けた乗務員がサポートするなど特別なタクシーだ2011年にはついに日本初のタクシー配車アプリをリリースしかし タクシーか、それ以外か、みたいな戦いで。強力なライバルが出現。ちょっと待って。ちょっと待った、やべえぞ。さあ、三代目。どうする。どうも、あっちでなんか、俺たちと同じことをやってるウーバーっていう会社があるらしいと。あそういう感じですか。そうなんですよ。タクシーっていうものが。コンテからひっくりかもしれんと。うんなんですよね。ウーバーでやると、普通のお兄さんがどうもーとか言って。そうですね。えー、はーいとか言って。来る。 これに衝撃を受けた逆に言うとある意味脅脅威威ですよねいいやいやで、ね、めちゃくちゃゃくタクシーでアプリはやってたけど普通の車がねタクシーの代わりをけるわけですからねそれでそこから「そうか」とこのアプリっていうのはタクシー事業を行う一つのチャンネルじゃなくて、うん、もうそもそもタクシー事業って今までここまでの範囲すなわちオペレーションの範囲だったのがガ、はい、ガガ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 ガッとこう大陸移動して。 半分 IT 大陸に乗り上げちゃったんだとまあそうですよね、うん、自分の要するにビジネスモデルの半分が特に一番大事なお客様とのマッチングっていうところが全部テクノロジーに飛んでっちゃったんです、うん、以来いかに IT を本業として捉えるかと。 面白い、うんね、それでいよいよあの<う> DNA 当時モブっていうサービスがあって、まあ、中島さんという方がやられて僕も存じ上げてるんですけど<う>川鍋さんはこのモブと組んで本当にデジタルモビリティ会社を作った方がいいと判断されて、はい、DNA のトップのナンバーさんのところに直に行かれたっていう <laughs> その DNA の作ったモブっていうアプリが彗星うのごとくうわーっと現れてきて。はいはい 全然違うんですよね<ー>こっちはなんかクラシックトレディショナル向こうは何かね新進気鋭かっこいい、うん、でこれ強みと弱みが全然違うというかぶっちゃけカチンととるなとちょうど保管関係になるだろう,うちょうどそれで難破さんって言っさん当然罰金税時代からお知り合いですもんすねそうですねお、はい、知り合いっていうとちょっとおかしいんですけど向こうはほら取締役クラスでこっちはペイペイですから難破、うん、さんとの前に会うと あっなべちゃんみたいなこんな感じであちゃんんって言われるんです、はい、だけど一応このタクシーという土俵の上では一応こっちがねやっぱりあのじっちゃんからのね血を引き継いでこれは南馬さんというの負けなきゃいけないお互いのなんか変なプライドのぶつかり合いでめっちゃ面白いですね <laughs> 日本交通系のアプリジャパンタクシーと DNA のモブライバル同士が事業統合して GO が誕生した。 タクシー王子と呼ばれた川鍋会長の IT 戦略が身を結んだ形だこの本なんかを拝見すると実は、はい、えっと僕はこれからまだ何十年も社長をやるだろうみたいなことが実は書かれているんですよね,すねところが実際の川鍋さんは四十四歳相当お若い時に、はい、実は社長を退任されて会長になられているわけですよねこの理由は何なんですか それはシンプルで、はい、やっぱそれをやんないと生き延びられないと思ったからなんですよね、うん、だからさっき言ったようにあのテクノロジーが出てきてタクシーというもの自体が半分 IT になっちゃった、はい、だからこの半分の IT をしっかり自分がまあトップとして身につけないといけないとそう思った時にやっぱり日本交通の会社をデイリーに経営してくれる人はまあ他にいくらでもいたんで、はい、プロ社長の知識検事さんという素晴らしいプロ社長に来ていただいて まあ来たらもう業績上がりましたから。うーん。おけ <laughs> がんとあって、俺何やってたんだろう状態。<laughs> <laughs> 本当ですこれ実は。今全国のタクシー事業者が悩んでいるのは乗務員の高齢化だというが。ああでも意外とお給料が良くて若い人でもバリバリ稼げるのでそれはすごいいいかなとは思いますね。 日本交通では2012年から累計およそ1400人の新卒者を採用している東京江戸川区にあるこの営業所は業界初新卒採用のドライバーだけが勤務している平均年齢24.6歳 IT を使いこなせる世代だ さらにこの春 Go アプリと組んで Go リザーブという新たな雇用形態を開始アプリの注文だけを受ける専用車両 Go クルーと呼ばれるパートタイム乗務員が好きな時間で働くドライバー不足を解消し多様化する働き手の受け皿も担う狙いだ川辺さんが。 ああのまあ、事業承継これまで成功されて次の代にきちんと譲られてそうです、ね、今後の未来モビリティの世界をどうしていきたいというなんか思いみたいなのって何かありますか、はい、地方ですね今自分の中で最大の地方ね、はい、東京の系日本国土が大都市での勝ち筋というかモデルとか、はい、だいぶ見えてきたんですよねはい。だけど地方に行けばもっと過疎とかに行けば行くほどそもそもそのテクノロジー という魔法をかける相手のまずタクシーというものがやっぱりすごく弱ってる、うん、最近もうあれですもんね地方行くと運転手さんがいなくて廃業するタクシー会社さんとかいっぱいありますもんねそうなんですよでもそれってもう今地方のタクシーというビジネスモデルが輝いてないから乗り手が少ないんですよ、うん、もう少しそれがモデル自体が輝けばきっと働いてくれる人がいるはずでそういう意味では今度 GO から出る新サービスの g o、はい、リザーブと g o クルーっていうのがあって僕ちょっとだけお話が伺ったんですけど結構ままさにに今のお話に親和性ありすすよよねそうなんですよこれはあの本当に僕のもなんですけどウーバーと思想は近いんだけど結構そのいいとこ取りっていうかいいとこなんですつまりそのウーバー的にパートタイムでドライバーさん気軽にできるけどでもその方々はまだねきちんと試験を受けてるっていう方だからいわ,いわゆる白タクでは全くないので信頼性も高いし。信頼性も高い だからすすごくいいですよねもう週に3時間だけでもやりたいっていう人も全然よくて、うん、実際に集まってくる人は午後がサッカーのコーチを本業でやってるんで午前しかできないって言うと今までのタクシー会社だとダメだったんですけどこれだったらできるとか、まあ、引退した後の自分のやりがいっていう方も多いですし、はい、そうですよねこれが本当に地方活性化にすごくいいですよねそうあ。確かになるほど、うん というわけで、川辺さん、これからはこういったね新しい未来を作られるということでどううもありがとうございいましたはいあの日本交通のタクシーにですね Go アプリを使って乗ってあのスタジオから出ましたけれどもいやーお話、本当に面白かったですね。 あのまあ、もちろんいろんな面白いポイントあるんですけど私がやっぱり一番刺さったのは事業承継者3代目4代目だからこそその、まあ、ある意味ぬるい世界に甘えずにベンチャー経営者アニマルスピリットを持った人たちとどん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 付き合って結果として新しいことをどんどんチャレンジしてそして何より事業承継者だからこそベンチャー経営者よりももっとチャレンジができるんだと。 これは私にとっても本当に大きな学びでしたしあの多くの事業承継者の皆さんにとってとてもいい学びになったんじゃないかと思います。